この坊主頭の鳥はダチョウ？ダチョウはアフリカの鳥じゃが、こちらはオーストラリアにいる飛べない鳥、エミューじゃ。その代わり足が発達して大変速く走ることができるのじゃ。本当にものすごいスピードで集まってくるわ。こんなにたくさんに囲まれるとちょっと怖いかも。エミューにそっくりだけれどこれはレア。オーストラリアにいるのがエミューで、南米にいるのがレアなのよ。鳥なの？れっきとした鳥じゃ。空を飛ぶことはできないがな。じゃが水の中では魚のヒレのようになった翼を使って空を飛ぶように泳ぐことができるのじゃ。さあこれからペンギンのお食事タイム。お魚を一匹ずつ頭から飲み込んで食べるのね。なんとここのペンギンは人にもよく懐いておるのじゃ。この子は城内の見回りをしているみたい。まるで接客係だね。サービスサービス。ワクワク鳥類館ウォッチングいかがじゃったかな？もちろん。こんなにいろんな鳥がいるなんて全然知らなかったよ。実際に飼ったり野鳥を観察するのもいいが、このように鳥と仲良くなれる施設で触れ合いを楽しむのもおすすめじゃ。きっと素晴らしき鳥の世界を感じていただけることじゃろう。もうおねだりしてるよ。学びたい、知りたいと思うことは良いことじゃの。では早速出発じゃ。